はい、ついに妙が企画5日目でございますね、5日目もう5日も食べればもう妙が好きでしょう。そうですね、うん、きっと、はい、真島少将はね、最後にはもう妙が好きですって言わせるぐらいね、そんな料理を一回持ってきてくれますよ。はい、頑張ります、はい、では本日もね、行ってまいりましょう。はい、日刊元帥はい、皆さんこんばんは、週末金曜日、最後の妙が企画となりました、ね、8月31日ですよ、ね、今年は今日金曜日ってことは夏休みがなんかこう2日余計に延長された感じになるんですね。小学生とか中学生とか高校生とか羨ましいですね。僕らはあまり関係ないですけどね。はい、それでは、今日はですね、一番最後に涌井少佐が食べたみょうがの入ったものっていうことで、味噌汁があったんですけども、まあじゃあ最後に本当にじゃあ味噌汁っていうものはその思い出の中のね、みょうがの味噌汁と実際また食べてみるみょうがの味噌汁っていうのはどのように差があるのかっていうのをね、試してみたいと思うので、今日は何の変哲もない味噌汁にただみょうがが入ってるみょうがの味噌汁です。じゃあまあ行ってみましょう。はい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 、もう今回はもう作ってるところは省略します。もう味噌汁なんでね、なのでもう作ってあるものをですね、ここで入れさせていただきたいと思います。もうただ盛るだけです。みょうがの味噌汁、あ、いい匂いですね。僕みょうがの味噌汁って食べたことないんですけど、こんな感じ、わかんないかな、こんな感じです。普通にみょうがが入ってるだけですけどね。美味しいのかな。結構美味しいじゃん普通に。でもみょうががダメな人はダメなのかな、どうなんだろう。いやー、やっとね5日間にわたるなんか微妙なお料理教室も終わりを迎えようとしています。さあ最後の思い出の味噌汁、涌井少佐どうなんでしょうか。どうぞ。はいね、なんだろうね、まあもうなんか、なんか作ってなかったよね。なんかよそっただけみたいになってましたけど。まあまあ、味噌汁はね。味噌汁ですね。味噌汁でしたね。料理してるところやっても最後にみょうが入れるだけなんで。そうですね。多分絵にならないと思って、はい、多分ああいう VTR だったと思う。でも味噌汁は原点なんです、本当に。みょうがを嫌いになった。そうだよね。そうなんです。ばあちゃんの料理、そう、何でも好きなんですけど、みょうがの味噌汁だけどうしても食べれなかったんですよ。ばあちゃんの味。もうそれなんでね。ちなみに、もうばあちゃんの味は、どれぐらい、はい、味わってね、では実家に、まあ、年に2回ぐらい帰るんですけど、その時に食べるぐらいで、うん、みょうがをみょうがは食べないですけどばあちゃんの手料理を。みょうがの味噌汁うわ、もう出てこないです、出てこないです、出てこないです。あ、もう出てこない、出てこないですね。もう、あ、そうか、うん、そうか、じゃあ、まあ、そんな、みょうがの料理をね、料理、みょうがの味噌汁を今日はね、試していただきましょう。はい、では、真島シェフ、お願いします。お腹いっぱいなんですよね。最後の最後でね、味噌汁ですいませんね。いやいやいや、ね、ありがとうございます。来ました、はい、原点。うわ、涌井少佐の原点、みょうが嫌いの原点。そう、じゃあちょっと見せないと、はい、まあまあ、もう味噌汁なんですけど、本当にみょうががたっぷり入ってる、見えるかな。難しいですね。はい、こんな感じですよ。じゃあ、いっちゃってください。マジか。あ、いますいます。うわ、結構入れましたね。結構入ってる。結構入ってる。結構入れてますよこれ。だって限度がよ、結構入ってるかな。結構入ってるんだよな。何歳の時に食べて嫌だなって。多分中学だから14とかですかね。14、15歳ぐらいからもう本当食べないんだもん。あ、そうなんだ。じゃ結構だね。結構きついですねこの5日間。本当に妙が攻めをさせられてますけど、で、もういきます、いただきますね。はい、このままいただきます。おお、がっつりきたね。
何みょうがはなしで、みょうがはなしで、なしのみょうが、なんだろう、味噌汁だから、めっちゃそうですね、フィードバックしましたね、今フィードバックしてきたよ、昔の、うん、おばあちゃん飲めないこれって言ってた。なるほど、俺、悲しい顔してた。初めて飲むかも、みょうがの、あれ、みょうがないよ全部いったんじゃないの。あの、それでもそうです、すごい、でもね、こう豆腐が入ってたりしてね、まじま少々 の、 あの優しさを感じました。優しさは感じました。うん、優しさは豆腐豆腐を普通に食べてるじゃないですか、今。みょうがみょうが。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 どうですか？みょうがって刺さるんだね。うん、ああ、でもね。やっぱりそうですよね。一番主張してきますね、うん、味噌汁が。一番来た。なんかこう頭の中がイガイガする。苦手じゃないですか、みょうが。まさかの。いや、苦手。食べれるんだよ。食べれますよ。大丈夫ですか。嫌いなものでも食べるから。嫌いだったら食べる。嫌い目ですね、じゃあ、うん、ちょっとみょうが、なんか、うん、そうですね、頭の中がやらないですか。まあ、でもね、実はみょうがって、はい、ちょっと食べてていいよ。みょうがって、はい、なんかね、昔ね、中国でも栽培されてたらしいんだけど、はい、今ね、日本独自のね、日本だけなんだって、日本独自でやってるんだって、みょうがの栽培って。あ、そうなんですか、日本だけってことですか。日本だけ。なんですか、そんな、日本人みょうが好きですか、でも。いや、好きなんだよ。え、マジっすか。好きなんじゃない。うん、俺は好きだよ。もう、俺は好きだよ、みょうが。俺、いろいろあったけど、俺は好きだよ、みょうが。豆腐がうまいんだけどな。そう、だからね、これ日本文化なんだよ、みょうがってきっとね。はい、そうですね、じゃあもうダメですね、食べれないと。食べれないと、日本人としては。日本人としては食べれないとダメだ。そうですね、でもまあ、まあ、なんかでも大丈夫です。昔は本当飲み込めないぐらいだったんですけど、まあ、なんか嫌だと言いつつも食べれてるんで、ちょっとは克服できたかもしれないです。そうだよね、食べれたもんね、はい、なんか俺も逃げ出しちゃうのかなって思ってたけどいやいや、いやでもね、多分食生活とか食っていう部分に考え、はい、考えると、はい、小さい頃ってさ、ね、だいぶ年を取ってくると、うん、そうですね、ね、変わってくるよ、ね、うん、ほんと10年ぐらい食べてなかったんで、うん、だからまじま少々とかきっとね、もうお年を召されてるんで、嫌いなものとかきっとない。そうですね、そうですね、うん、まあ克服できたのかな。克服できた。できたで、できた。いいっすか。じゃあ食べれたし、ね、みょうが嫌い克服できましたか。やったー。あ、できましたか。できました、できました。あ、素晴らしい。ありがとうございました。素晴らしい。できました、食べれます。はい、ということでですね、和久井翔太、なんとね、みょうが嫌い克服しましたので終了ですね、これで終わりですね。今後もね、頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、いやいや、ありがとうございました。もうね、そう、今回でラストなんでね。あ、よかった。味噌汁、味噌汁締めで、じゃあ最後に、この味噌汁、一気していただきましょう。一気、はい、一気ですか。もう、みょうが好きって言ったんだから。じゃあ、具だけね、具だけちょっと一気、一気で。一気で。いただきます。おー、いい食いっぷり。ザ・日本、ザ・日本文化の汁。あ、いい顔、いい顔。おいしい。おいしい。はい、それでは、クロスケこと黒崎蓮人、和久井翔太でした。バイバイ。